はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ちょっと病気のせいなのか免疫抑制剤のせいなのかわかんないんですけど、まあ、粘膜障害がまだ続いております。代表的なものはね、やはり口の中のただれですね。まあ、質の柔らかい部分が荒れてしまうんですよ。まあ、軽い刺激でも被害を被ります。まあ、お尻もその一つなんですよね。臀部ではなくて穴です。あと先日、その病院の帰りに、とある大手量販店といいますか、を有名なこうショッピングモールにね、寄ったら、やっぱ急にトイレがしたくなったんですよ。まあでも、おならかなーなんて思って、まあ買いたいものがあったので、まあ100均をうろうろしながらね、まあ人がいてはいて、コーナーまで行って、こう、スーッと気持ちよく出してみたら、まあそうはいかなかったんですよね。こう緊急事態ですよ。レジを済ませてトイレに行くか、まあ、買い物カゴをそこに置いて、涼しい顔をしてトイレに行くか、まあ、迷った結果は、まあ、後者でしたね。まあ、僕は何食わぬ顔で少し早歩きでトイレに向かいました。またその時のトイレがね、遠いんですよ、すごい。まあ、建物のテナントのこの配置でね、まあ、100均とは真逆の位置にトイレがあるんですよ。なんでそんな作りやねん。ね、ワンフロアの端と端にこう、2個作れよってこう思いましたね。まあ、でもね、そこのスーパーは、まあ、今ではちょっと経営破綻になって、大手が買い取って名前が変わって、まあ、ショッピングモールという表示がされてますが、まあ、以前は、まあ、大型スーパーだったので、まあ、仕方ないんです。ちょっと古いんでね。まあ、だからこそ涼しい顔して、早歩きで向かいました。まあ、個室に入って、でコートを済ませたら、まあ、あとは服だけですよね。まあ、そこでちょっと今回の悲劇といいますか、事件は起こりました。まあ、トイレットペーパーはちゃんとね、常備されてたんですけども、まあ、大体そういった店舗のトイレットペーパーっていうのはシングルロールなんですよね。まあ、粘膜障害を患っている人間からしたらですね、当然のことながらダブルロールを求めるんですよ。ダブルね、2枚重ねになったらダブルですよ。シングルは1枚。ね。ダブルは2枚ですよ。まあでもシングルを重ねてダブルにしたところでね、まあ、シングルってシングルはシングルなんですよ。ほんまに。まあ、素材自体が違うので、柔軟性に欠けます。本当に。まあでもしかしそうは言ってられませんので、まあ、もちろん拭きますよね。これがまたヒリヒリするんですよ。まあ自作でもね、奥さんに怒ったことがあるんです。シングルはヒリヒリすんねん。って言ったら、もう知るかーってこうね、言われて、何も言いませんでした。まあ、その後にちゃんと粘膜障害を患ってから、今まで以上にヒリヒリして、辛いという理由をね、述べたらですね、まあ、分かってくれましたけども、まあ、それぐらいデリケートな状態なんです。はい。何の話やねんって感じなんですけども、まあ、もうすごい悲劇やったんでね、まあ、皆さんも、まあ、こういう外的要因での被害は未然に防げるものなら防ぐことをお勧めします。ねえ、どうやって防げっていう話なんですけども、まあ、でも、マイティッシュ？いや違う、マイトレットペーパー持っといた方がいいんかなって思いますよね。箱のティッシュやったらどうせあれはね、シングルでしょ。素材。的に、まあ、薄いティッシュが2個重なってますけど、材質的にシングルかなって思うんですけどもね。まあ、いや、カバンの中にトイレットペーパー入れとくのもちょっとなと思ったりはするんですけども、まあね、未然に防げる策としては入れててもいいかなと思いますんで、一度入れてみたいと思います。まあ、勝手にせえって感じだからね、勝手にさせてもらいます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。
バイバイ。僕は元気でーす。